こういう時ってなんか順番ってあるんですか、なんか前からやるとか後ろからやるとか、特にないんですか。いや、きつい方からやっぱり。きつい方から、うん、今回前から多分ボーンって当たってるから、この辺がきつかったですね。今、腹出しが終わって、塗装をめくって、で、さらに細かく形にしていく段階ですね。今回もスタッド使わずですか、もう。あ、いないです。おぉ。叩き板金。こんなにライン、ライン、ハンカってもこことここと締めちゃったら、ほとんど出るでしょ。あ、自然とね。ラインできてますもんね。すごいな。
ですか、オッケーじゃないですか、うんうん、よすごい DJ スピード感がやっぱすごいっすね。なんかゴールにまっすぐ向かってる感がゴール作ってるんですよ。そうね、音が。うん、ミラーダメです、交換、うん、点と点だけですもんね。そうですよね。その数で直していくわけですよね。勉強になるっすよ。なると思いますよ。見るだけじゃ勉強ならない、まあ、見るだけじゃない。これでかいな。どんなこれでかいわ。肝心だと声小さいですけどね。すごいわ。
すごい、何がすごいって早いんですよ、ね、今10時15分なんですよね。朝うち9時からなんで、まあ、1時間でパンツに3日かかって。意味ない。それはないですね。もう一回早いと、もうパテは1回2回とかすぐ終わる。パテなしでもいけんちゃうぐらいの気もするんですけど。あと10回あるわ。10回まあフェンダーの当たりきつかったですけど、基本というか手が入った場合の叩き板金。そうそうそう、もう手入ったらもうなんとかなるんで、うんうんうん、この鉄板どうですか、柔らかいんですか、硬い、硬い、普通、特に特性は思ったよりは分厚かったですね。もうちょっと柔らかかな思ったけど、丸いから何となく飛んだらいいか。あ、確かに真っ直ぐよりね、真っ直ぐは、ラインだけ見えちゃうからね、うんうんうん、ラインがしっかり出てれば。これは俺もやればできると思うよ、ね、5年ぐらいで、うん、5年ぐらいでやってました。なるほど、目安は5年ってことですね。こんなんばっかりしたからね。ああ、そうか、昔はね、板金ばっかりしてましたもんね、うん、はい、以上です。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、紙の板金が終わり、塗装が終わり、はい、今から納車です。はい、とにかく裏から手が入れば結構早いっていうのと、スタッドの引き方、はい、とラインの順番ですね、結構ガーッといったけど、うん、引き出す順番とかを紙は大体頭の中で先にこうだなっていうのが分かってるんで、はい、まあ、出し方、まあ、損傷が違えば車種も違うし毎回違う仕事なんだけど、まあ、この辺りに関してはこっから出していった方がいいなみたいな順番を、はい、まあ、経験値によって純粋に遂行していくような感じで、教科書通りの直し方って感じですね。まあ、こういった板金の動画が、今板金を始めようかなとか、今勉強中ですみたいな子たちがいれば、その人たちに見てもらって、まあ、ちょっとした参考、情報の一つとして見ていただければいいのかなと思います。あとはもうこの今回依頼くれたお客さんとかが、まあ、あ、こんな直し方してるんだっていうことで、自分の事故とか不幸な出来事なんですけど、それがまあ BIC 持ってきてもらうことによって、まあ、ちょっとした思い出となり、まあ、普通のとこもね、ディーラーとか持ってったら、はい、まあ、こういう作業してるとことか見れないと思うので、はい、まあ、それもちょっとした一つの思い出だと思っていただければ、まあ、BIC としては嬉しいかなと思います。はい、ちょっと塗装、ここフェンダー、この辺フェンダー行っとこうか。そうやね、まあまあへこんでたからね。で、まあフロントドア、助手席のドアかもちょっと傷があったんで一緒に修理してます。で、まあ塗装の肌もこの後ろのリアドアと何の遜色もないほど綺麗に仕上がっております。はい、ソフトで楽だったね。はい、塗装はね、今新しく入ってきてくれた塗装の技術者の方、はい、もっと俳優やったんちゃうかっていう噂もあるんですが、まあ、その方に塗っていただいたので、はい、まあ、スピードも速い、まあ、そういったところで今回のアウトランダーの板金塗装の動画は以上で終わりです。アウトバック、あ、ごめんごめん、アウトバックか、アウトバック、はい、たまに車種とか俺間違ってるからな、これこれ実は車に全く詳しくないんですよ。塗装には詳しいんですけどね。はい、といったところで、今回の動画が面白かったと思う方はグッドボタン、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では行ってらっしゃい。いらっしゃい。板金塗装業界盛り上がれ、チャンネル登録もよろしくね。